はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ビバリーです。初めましての方もいると思います。はい、ビバリーです。私はフィリピン出身で、もう8年前、日本に来て、そして7年前デビューできました。はい、今日はいろんな曲、自分のオリジナルソングスとかカバーソングスとかも、準備したので、皆さんぜひ最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。Okay, I'm going to start with my original song. それでは1曲目はオリジナルソングを歌いたいと思います。聴いてください。いつも通りここでバイバイ。走り去るエクスペンス、なびく髪が涙さくし、前向きでタイムラインどうかに伝える孤独、あなたに伝えたくて、誰もが聞いた君が見たくして私が吐くの心深く崩れたくもっと包まれたいのその腕に、
シスの、主題歌になっていた曲 I Need Your Love を聴いていただきました。そして、私は今年カバー曲、リリースしたんですけど、今日はその中に、2曲を皆さんに届けたいなと思います。 For my first song It's going to be Just the two of us という曲です。それでは皆さん聴いてください。 Just the two of us。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。Just the two of us と I will always love you 聴いていただきました。これはリリースしましたので、皆さんぜひ Spotify とか YouTube Music とか、私のバージョンも聞くことができますので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。皆さん、フライヤーとかゲットしましたか？フライヤー。あ、まだです。これからあります。はい、これからありますので、はい。で、そのフライヤーをぜひこの後ゲットしてください。急遽来週このストリートパフォーマーボックスのフェス、ストリートパフォーマーボックス。フェス2024にゲスト出演することが決定しました。来週です、はい、よろしくお願いします。10月19日です。はい、皆さんぜひ、時間がありましたらお越しください。よろしくお願いします。はい、楽しみですね。ね、ありがとうございます。そして、ワンマンライブもあります。12月28日に ZEP ダイバーシティで、ワンマンライブがありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。めちゃくちゃチケットがありますので、本当に皆さん、はい、一人ずつというか、なんかあのチケットをゲットしていただけたら嬉しいなと思います。皆さんよろしくお願いします。行きたい方はいますか？行きたい、はい、行きたいですよね。はい、チケットまだ持ってないですよね。皆さんぜひよろしくお願いします。はい、そのライブは長い時間で、歌いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。12月28日です。はい、ということで、はい、今日チケット持ってきてますので、皆さんぜひ、なんか興味がある方は、なんかビバリは歌う前ねっていう方は いらっしゃってたらぜひ、後で声をかけてください。よろしくお願いします。はい、ということで次の曲は、もちろんその英語のコバーソングとか歌うことがめちゃくちゃ大好きなんですけど、日本語の曲も J-POP も歌いたいなと思いますし、皆さんにお届けたいなと思います。最近この曲は本当に大好きで、よく聴いています。この曲です。聴いてください。何を言えたら
You're everything, you're everything.
ビバリーです。今日は見てくれて本当にありがとうございます。次で最後の曲になりました。この曲はね、はい、12月28日に ZEP ダイバーシティでぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、最後の曲は仮面ライダービルドの主題歌を歌います。はい、盛り上がる曲なので皆さんぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。聴いてください。 Be the one. Clap your hands, everyone.一人の足
しないだけど君だけはどこかで待ってる笑顔絶やさずに心に触れてパーレットへ伝われ Be the one, be the night メッセージ送るよ響くよ Be the one, be the one Be the night 何よりも大事な出来事今夜必ず前に進めなきゃいけない昨日より強さと優しさ大人になってるみんな感じてる Thank you Be the one, be the one We willゲットしてください。ありがとうございます、はい、私の可愛い後輩紹介しますスミナこんにちは丸山スミナですありがとうめちゃくちゃ可愛い歌う前ですよ本当にそうですよね路上ライブもやりましたねそうはいそうかったありがとう。これからも応援してください。すごいです。なんかすいません。あの10月29日に赤レンガ倉庫、この辺の赤レンガ倉庫でライブするの。あの、はい、来てください。今日最高です。ミードも大好きで、あの、I love you も聞けたし、本当にもう涙が出ました。ありがとうございます。可愛いでしょ。スミナです。スミナ。本当に本当に歌うまいです。はい、大好きなスミナです。はい、そして今日は皆さん集まってくれて本当にありがとうございます。ビバリーでした。投げ銭あります。投げ銭あります。よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございました。今日本日ご出演なさって、くださったビバリーさんが、この路上ライブが、
定期的に土日に行われてるんですけれども、そのフェスが10月19日に行われます。その10月19日の、路上ライブ、出身者が出る、ライブに、ビオリさんがゲスト出演なさってくださいますので、ぜひよろしければ皆さん、フライヤーの方を受け取ってぜひ見ていただければと思います。ご興味あれば今日紙チケットもお持ち、持ってきておりますので、本日買うこともできますので、ぜひ皆さん、興味あれば受け取って帰っていただければと思います。ダイバーシティ。